この中に、中国にひよってるやついる？え？いねえよな。冒頭から防腐用漫画のネタ持ってきたな。中国ぶっ潰しに行くぞ。それはダメだよ。ちょっと過激すぎるな。確かに中国の行動は公然不遜だし、独裁的なところがあるし、身勝手すぎるし、各国からよく思われていないけど。お前が一番言い過ぎだろ。実際のところ、政府はあれだが、国民は良識派もいるみたいだぜ。そうだね。実際中国が日本の潜水艦に様々な反応を示しているようだね。あまりにも多彩な意見が出ているので、逆に潜航深度についてかなり興味を持つようになってしまったよ。今回はそんな反応を交えた記事を紹介していくわけだな。それじゃあ言ってみよう。さて、中国ネットではなぜ我が国の潜水艦の潜航深度は日本の半分だけなのか、日本の航洋技術は本当にすごいという意見や、中国の潜水艦は日本以上だなどの意見が吹き出しているらしい。他にも海自の潜水艦は時速30ノット以上も出せる。中国海軍は艦隊だ、早ければ勝てるのか、これは戦争なのか、それとも徒競走、あるいは、日本の総有型に比べると、我が国の通常動力型潜水艦には強みはないがとうとう、日本の潜水艦技術に中国が意外にまともなコメントをしているらしいんだ。まあ中国も政府と国民が一致団結しているわけじゃないからな。中国を一括りに悪だと断じることはできないわけだ。だけど、いくら中国が接種や不安しても中国では総有型に被験する潜水艦を建造できないんだよな。それってなんでなの？理由は技術に問題ありということだな。中国に羨ましがられることということは、日本の潜水艦技術に誇りを感じても良い証拠になる。なんだって、軍事費を惜しげなくつぎ込み、軍事拡大路線をまっしぐらに突き進む中国が嫉妬するぐらいなんだからな。それは自信になるね。それじゃあ、改めて中国のネットユーザーの声を見ていこうか。2017年平成29年2月3日、中国のポータルサイトである共同上に、中国の潜水艦の潜航深度が日本の潜水艦の半分しかない理由について分析した記事が掲載されていたんだ。その記事によると、総有型潜水艦はステルス性に優れ、潜航時間が長く、センサーは敏感で、しかも最先端の魚雷やミサイル等の武器も装備しているということだったみたい。中でも特に注目したのは、総有型潜水艦の潜航深度の深さだな。重要機密だから日本は正式な発表はしていないから、推測によるものだろうが記事には、最大潜航深度604ム、通常潜航深度500ム前後と分析しているんだぜ。この数値、中国潜水艦の約2倍の深度ということになるんだよ。やっぱり日本の技術力はすごいね。日本の潜水艦の深度が深い理由については、船体の材料に中国が作れない高強力鋼 NS110 が採用されているためと紹介しているよ。この NS110 は高強度であり、しかも耐圧性が高いから、深い潜航深度が実現できたということ。この事実は世界レベルでも非常に深い深度であるとも断言されているんだ。加えてノイズ低減の工夫もされているため、敵に発見されにくいステルス性もかなり、増強しているはずとも記事では伝えられているよ。また、総有型潜水艦は非対機依存推進方式を採用し、ソナーなどの電子設備も優れたものが設置されているから、世界でもトップクラスの通常動力型潜水艦であるとも強調しているんだぜ。さらに、我が国の潜水艦技術力も最近は向上したので、電子設備や非対機依存推進方式など多くの要素で大幅な進歩を遂げたことによって、日本との差も過去と比較すると小さくなっているという主張も掲載されているらしい。といっても、我が国の39型潜水艦が世界一流と言われる潜水艦だったとしても、性能の多くに現状は、総有型潜水艦とは大きな差がある。と強調し、総有型潜水艦の優位性を改めて論じているよ。その一方で、総有型潜水艦がどれほど優秀であったとしても、結局通常動力型潜水艦なんだ。そこなんだよな。日本はまだ原子力潜水艦を所有していないから。どうしても劣る部分が出てくる。そう。だからこその原子力を動力としている原子力潜水艦にはかなわないと分析なんだ。軍事大国中国は弾道ミサイルを搭載した原潜を複数保有しているので、日本の通常動力型潜水艦が世界トップと謳われるほど優れていたとしても、我が国にとっては大きな脅威にはならないという見方も示しているらしいよ。最後に落としたけど、総有型潜水艦、かなりの高評価を受けているんだ。むしろこそばゆいぐらいだな。共同上の記事に対してネットユーザーの声はどんなものだったの？NS110 だけじゃない。ロケットやエンジンに関しても日本には到底及ばない。日本を見くびってはダメ。工業のテクノロジーは本当にすごいとうとう。日本のテクノロジーを高く評価する声が多かったみたい。だけど、反対意見も当然ある。我が国の潜水艦は潜航深度だけでなく様々な要素で等に日本以上になっている。政府は機密情報だから公表していないだけだ。中国の有人潜水艇は7000ムまで潜航可能。我が国が製造できないはずはないとうの。中国は日本に劣ってはいないという主張もあったんだよな。また潜水艦の潜航深度は秘密中の秘密。なのに記事の筆者は日本の秘密をどうやって知ることができたのか？とニュースソースに疑問を抱くユーザーもいたみたい。同じくネット掲示板では、2016年平成28年2月3日、中国の掲示板サイトに新しいスレッドが立っていたよ。タイトルは日本の艦艇は時速30ノット以上なのに中国は20ノット。尖閣諸島で戦争になったら日清戦争の二の舞になるというもの。
このスレッドには中国のエンジンは航空機だけではなく、艦船でもお話にならない。日本やアメリカの艦艇は時速30ノット以上がデフォなのに、我が国のは20ノット。もしも尖閣諸島で戦争になったとしたら、中国が大敗した日清戦争の二の舞になるだけだろう。という主張が載せられていたみたい。これに対するネットユーザーから様々なコメントは書きの通りだね。速度が速ければ勝てるのか ?20 ノットだろうが30ノットだろうが、対艦ミサイルからすれば違いはない。今は火器の威力が重要だ。100年以上前の日清戦争と現代の戦争を比べられるのか。戦闘機やミサイルより潜水艦が速いのか。日本の潜水艦を発見されないうちに沈めてしまおう。日本が一番恐れているのは我が国の潜水艦。我が国には核兵器がある。もしもまた負けたとしても、核爆弾というものがある。日本との戦争はミサイルを撃ち込めば即終わる。海に出る必要があるのか。日本の艦艇が音速を超えてから、この話をしよう。とうとう、皇帝混じった評価や、物騒な意見などが散見されているんだ。これらのコメントを見ていると、日本の潜水艦が羨ましいのかもしれないと思ってしまうよ。同時に、これらの意見は自国の技術が世界レベルにはまだ届かないということを知ってか知らずか。どちらによる見解なのかも気になるところだね。実際のところ、中国の海洋進出はじわじわと進んでいるのが現状で。その一つ、南シナ海での人口等増強については、世界の各国が反対表明を出しているらしいぜ。このままじゃ中国は世界から孤立しちゃいそうだね。そうだね。その反対意見をしがみかけない中国が今後潜水艦を投入してくるのは南シナ海ということになるのかもね。それじゃあ、今回はこの辺で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 。